ボゴタはコロンビアの首都。人口約770万人の都市で2020年時点での都市圏人口は1000万人を超えるメガシティである。アンデス山脈の盆地、標高2640メートルに位置しており、南アメリカ大陸でもラパスとキトに次いで3番目に標高の高い首都である。ボゴタには図書館や大学が多いことから、 文化の中心という意味で南米のアテネというニックネームがついている。1991年に名称がサンタフェデボゴタに変わったが2000年に再び現在も名称になった。2014年アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第52位の都市と評価された。 南米大陸では、ブエノスアイレス、サンパウロに次ぐ、第3位である。ボゴタ市の行政区分。左が北である。津内の各区は1ウサケン、2チャピネロ、3サンタフェ、4サンクリストバル、5ウスメ、6トゥンフエリト、7ボサ、8ケネディ、9フォンティボン、10エンガティバ、1スバ、12バリオスウニドス。13テウサキジョ、14ロスマルティレス、15 アントニオ・ナリーニョ、16・プエンテア・ランダ、17・ラカンデラリア、18・ラファエル・ウリベ、19・シューダー、ボリバル、20・スマパスクとなっている。なお、20の、スマパスクは北端のみ表示されており、実際にはこの図全体を含めたよりも、はるかに、長く、南へと伸びている。東を、アンデス山脈の東コルディレラ山地に阻まれ、西にボゴタ川が流れる。 山間部を南北に都市が発達した。サバンナと呼ばれる、亜熱帯高地に位置する。ボゴタ市は、ウサケン、チャピネロ、サンタフェ、サンクリストバル、ウスメ、タンギウエリート、ボサ、ケネディ、フォンティボン、エンガティバ、スバ、バリオス・ニドス、テウサキジョ、ロス・マルティレス、アントニオ・ナリーニョ、プエンテア・ラインダ、ラ・カンデラリア、ラファエル・ウリベ、シューダー、ボリバル、 スマパスの20の区に分かれている。地域、市街地ともに南北に細長く伸びているが、大まかに、中央部から北部にかけては高級住宅街、南部は貧困地区が広がっている。ボゴタは、国内避難民が多く住む都市だが、こうした、国内避難民は、シウダー・ボリバル、ケネディ、薄および、サ作に、主に居住している。西部は、工場が多く立地し、 市の西端には、エルドラド国際空港がある。ボゴタ市は、他のスペイン植民都市と、同じく五番の目にきちんと区切られた街路を持っており、東西に走る道を、カジェ、南北に走る道を彼らと呼ぶ。1538年に創建された、当時のボゴタ市は、現在のラ・カンデラリア区に相当する。ラ・カンデラリア区にある、ボリーバル広場は、 ボゴタ旧市街の中心であり、現在でも南を国会議事堂、北をコロンビア最高裁判所、東をカテドラル、西をボゴタ市庁舎に囲まれたボゴタの行政の中心となっている。ボリバル広場の周辺には、他にも大統領官邸や7月20日博物館、ボテロ博物館、コロン劇場などの名所が点在する。 ラカンデラリア区を取り巻くように存在するサンタフェ区も古い中心地であり、ボゴタの救命であるサンタフェはこの地を指している。この地区には先植民地期の黄金製の美術品を集めた黄金博物館がある。この黄金博物館には黄金スペースシャトルなどの著名な美術品も収蔵されている。2008年10月には黄金博物館の近くに コロンビア特産であるエメラルドの一品を集めた国際エメラルド博物館が開館した。市街の東にあるモンセラーテの丘は市街を一望できる継承地として名高くロープウェイとケーブルカーがそれぞれ運行している。市内に点在する古将軍はラムサール条約湿地に登録されている。ボゴタは西岸海洋製機構に属する。標高が高いため気候は 高山気候性を示し、赤道に近いにもかかわらず年間通じて穏やかな気候である。年平均気温は、摂氏14.5度である。気温は年間通じてほとんど差がないものの、内陸部にあるため1日の気温の差が非常に大きい。降水量はそこまで多い方ではないが、降水日数が多い。日中の最高気温は、年間を通じ19度 C 前後。 最低気温は6から8度 C である。年間を通じ、雨季と寒季が交互に交代する。最も乾燥する月は12月、1月と7月、8月である。豪雨は4.5月と9から11月にやや多く、80から110ミリメートル。他の期間は40から60ミリメートルである。早朝には、 霧がかかることが非常に多く、年間2百0日は霧がかかっており、1日中ずっと日の出ている日は非常に珍しい。地域内で記録された最高気温は30.0度であり、最低気温はマイナス7.1度である。ボゴタ旧市街スペイン人が到来するまで、この地域に居住していたのは、チブチャ族系のムイスカ族であり、ジャガイモや、 トウモロコシなどの農業を基盤とした大規模な主張性社会を形成していた。彼らは、ボゴタ北方のシパキラなどで塩を採掘し、この地方では産出しない金などと交換していた。この金を用いて、ムイスカ族は金細工を製作したほか、ボゴタ市の5 7トル北にあるグアタビータ湖では、その土地の主張が、 全身に金粉を塗り水中に奉納品を沈めた後、泳いで戻ってくる儀礼が行われており、この噂が、スペイン人に広がる過程で変形して、エルドラード伝説の一つの源流となった。1538年、ゴンサロ・ヒメネスでケサーダ率いる探検隊が、大西洋岸のサンタ・マルタから南下してこの地に、たどり着き、ムイス家族を征服してこの地に植民都市サンタ。 フェデ・ボゴタを建設した。ボゴタの名は、ムイス家族の当時の主張だったバカタに由来する。1549年には、アウデンシアが置かれ地方の政治の中心となったものの、ボゴタが、行政都市として重要性を持つようになるのは1717 17年に、ヌエバグラナダ副王領が創設され、ボゴタにその主婦が置かれてからである。 この複応領は一時廃止されたものの1739年に再設置され、以後独立までの間、北アンデス地域を統括する行政中心としてボゴタは栄えた。1808年にナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍がスペイン本国に侵攻すると、南アメリカのスペイン領では独立運動が相次ぐようになり、ボゴタにおいても1810年7月20日には、 福王が追放され、クリオーリョによって、クンディナマルカ共和国が誕生した。この日が、コロンビア共和国では独立記念日に指定されているが、このクンディナマルカ共和国は、中央集権体制を目指したため、この後トゥンハに首都を置き、地方分権体制を掲げる、ヌエバグラナダ諸州連合と内戦を繰り広げた。この内戦は、シモンボリバル率いるヌエバグラナダ軍が勝利し、 1814年には、ボリバルは、ボゴタに入場し、現コロンビアの領域は、ヌエバグラナダ諸州連合によって統一された。この際、諸州連合は首都ボゴタへと移し、国内統一を図ったが、ボゴタ内には不満分子が多く、さらに1814年に、ナポレオンがスペインから撤退したため安定した、スペイン本国から増援が送られたため、1816年には、 ボゴタは陥落し、スペインによって再征服された。しかしボリバルは、ベネズエラ東部のアンゴステゥーラから、リアノとアンデス山脈を越えて、ボゴタを目指し、1819年8月7日に、四北部のボヤカにおいて、シモン・ボリバル率いる革命軍が、スペイン軍を破り、サンタフェへ入場。これによってボゴタは解放され、南米北部は、グランコロンビア共和国として、 独立を果たした。使命をボゴタへと解消した。この町は、中央集権的な政権を望むボリバルによって、グランコロンビアの首都が置かれるが、同国は、ベネズエラ、クンディナマルカ、エクアドルの3州が対立して1830年に、崩壊。ボゴタはコロンビアのみの都となった。その後は、行政都市として発展していったが、コロンビアは、 地形的な要因で地方の力が強く、また保守派と自由派の対立も頻繁でしばしば内戦が起こり、ボゴタの中央政権の力は弱く、そのため発展はゆっくりとしたものとなった。それでも1793年に2万人だったボゴタの人口は、1870年代からの主に、東部高地からの住民の流入によって、 1912年には11万7000人にまで増加していた。1884年12月25日にはボリバル、広場とチャピネロの間にラバによる軌道が付設され、数年後には市内電車となった。1892年には市内電車はボリバル広場からラッサバナ駅にまで伸び、1894年にはボゴタとチャピネロ間は20分間隔で、 トラムが運行していた。このトラムは1948年まで運行し、その後バスに置き換えられた。1920年代に入ると工業が起こり、次第に大都市として発展していった。しかし、保守自由両派の対立は収まらず、1948年には、米州機構創設のための第9回米州国際会議が開催されている。 最中のボゴタ市中心部において、ボゴタ市長も務めた、自由党党首、ホルヘエリエセル外ンが暗殺されたのをきっかけに、ボゴタ祖と呼ばれる、ボゴタ大暴動が勃発。1500人から3000人が死亡し、さらにこの混乱は地方にも波及し、ラビオレンシアと呼ばれる、内戦状態へと突入した。この混乱は1953年に、軍事クーデターによって、 グスタボ・ロハス・ピニージャ将軍が政権を握ることで収束した。1958年には保守党と自由党が交互に政権を握る国民協定が成立したが、これは選挙を無意味なものとし、政治から弾き出された左派勢力は反政府勢力としてゲリラ戦を展開。テロや誘拐が多発するようになり、ボゴタの治安は急激に悪化した。 1985年には、当時反政府ゲリラであった M-19 が、ボゴタ中心部の最高裁判所を襲撃し、最高裁長官を含む100人以上の死者を出した。さらにこの混乱によって1980年代より、麻薬カルテルが急速に力をつけ、ボゴタでもテロを起こし政府と戦闘を行った。同時期には、民兵組織も、地方各地に出現し、 こうした混乱を避けてボゴタなどの大都市圏へと流入する国内難民が急増し、さらにボゴタの経済成長による国内外からの移住民も増え、ボゴタの人口は急速に増大した。1991年にはサンタフェでボゴタに解消されたものの、2000年には再びボゴタへと解消されている。1990年代初期のボゴタは、 治安の悪化をはじめとする多数の問題を抱えていたが、1994年に哲学、数学教授だったアンタナス・モックスが市長に就任すると流れが変化した。モックスはまず市内の交差点に道化師を配置し、交通ルールを守らない歩行者やドライバーをおちょくらせることで交通マナーを劇的に向上させた。ついでモックスは治安対策を強化し、 銃の買い取りプログラム導入や腐敗していた鉄道警察の閉鎖など様々な施策を実施した。モックスが1997年に市長を辞任すると公認にはパウル・ブロムベルグを経てエンリケ・ペニャロサがついた。ペニャロサは公共交通の強化や郊外スラムの改善など大規模なインフラ改善を行った。ペニャロサ時代の施策で最も知られているものは 専用バスレーンを用いたトランスミレニオと呼ばれるバス輸送システムである。これは市内の渋滞改善などで大きな成功を収め、ラテンアメリカの各都市にも同様のシステムが導入されるようになった。また、交通政策の一環として自転車道の整備や自転車利用の進行、自家用車の利用制限なども行われた。2000年にペニャロサが退任し、 2001年にはモックスが再び市長に当選した。モックスが辞任した2004年には、ボゴタの治安は大幅に改善しており、また自転車やバス政策では、他都市に大きな影響を及ぼすようになっていた。2020年、コロンビアの新型コロナウイルスの拡大は、ボゴタを中心にも拡大。同年12月20日には、国内の累計感染者数が150万人を、 超えたが、うち、約30%は、ボゴタ氏から発生したものであった。同日、クラウディア・ロペス市長は、2021年1月15日まで、身分証明書の末尾番号による、商業施設などへの入店制限を導入すると、発表した。ボゴタは、コロンビアで、最も人口の多い都市であり、677万8691人の人口を持つ。 市の人口のうち1.5%がアフリカ系コロンビア人、0.2%が先住のインディオであり、人口の98.27%は特定の少数民族グループには所属していない。ボゴタは1990年代に世界で最も暴力的な都市であるとされ、犯罪率の非常に高い都市であったが、その撲滅を目指しており、犯罪率は 急減を続けている1993年には4352人が殺され、人口10万人あたり年間81人の殺人事件があったが2007年には殺された。人数は1401人で、人口10万人あたり年間19人の殺人にまで減っており、2012年には10万人あたり16.9人にまで減っている。これは、 1983年以降最も低い数値である。1995年にコムニダットセグラと呼ばれる治安政策が導入され、以後継続され続けた結果である。ボゴタの夜景独立後1920年代、前半まで目立った産業はなかったが、1920から30年代に至って、外国資本の流入によりコーヒーの増産、高校業、 製造業などが発達し、農村部からの移住が増加した。2003年から6年の GDP の伸びは、毎年10%を超えた。一方、非雇用率も11%に達している。サンタマリア闘牛場コロンビア国立大学のメインキャンパスやボゴタ大学、フランシスコ・ホセデ・カルダスなど、いくつかの大学がボゴタには存在する。市内には、 歴史的建造物から新しいものまで見どころが多い。ホテルも様々なクラスがある。ボゴタには58の美術館、62のアートギャラリー、33の図書館、ネットワーク、45の劇場、75の運動公園、150以上の国定史跡を含む多くの文化施設がある。これらのうちのいくつかは世界中に知られている。 ルイス・ワンヘル・アラン語図書館はこの地域で最も重要な図書館の一つであり、1年に600万人以上の人々が訪れる。コロンビア国立博物館の設立は1823年に遡り、アメリカ大陸で最も古い博物館の一つである。1988年から開催されているイベロアメリカ演劇祭は、 世界で最も規模の大きい演劇祭の一つで、劇場や通りで450以上の公演が行われ、200万人以上の観客が押し寄せる。ボゴタフィルハーモニーは、コロンビアで最も重要な公共楽団で、100人以上の演奏者が所属し、年間140回以上の公演を行っている。ボゴタのメイン空港であるエルドラド国際空港は、 エルドラド通りの終点に位置し、市の中心街の西に位置する。エルドラド国際空港は、アビアンカ航空が、ハブ空港としている。国内の地形に起伏が激しく、道路や、鉄道交通に困難が伴うコロンビアにおいて、国内空路は重要な移動手段であり、エルドラド空港からは、国内、国外各地に、多数の便が飛んでいる。 ボゴタにおいては近年交通渋滞などによって公共交通の充実が叫ばれるようになり、ボゴタ地下鉄計画が立てられたが、財政難によってこの計画は中止され、代わりに専用道路を走るバスを用いた公共交通であるトランスミレニオが予算的に安価に抑えられるために計画され、2000年に開通し市内の各所を結んでいる。トランスミレニオの建設は、 1997年から2000年にかけて、ボゴタ市長だったエンリケ・ペニャロさんによって、強力に推進された。この計画をめぐってはそれまで市内各所を結んでいた、民間バスやタクシー会社から強い反対があったものの、建設後は渋滞の緩和や、交通事故の減少などの効果が見られ、利用者も、自然体の交通機関利用者の27%に、 当たる140万人に上っている。トランスミレニオは2両の連結バスによって運行され、約500メートルごとに停留所がある。2007年、地下鉄計画が、再び始動した。また、近郊列車計画がある。2019年10月、全長、約24キロメートルの高架式鉄道建設、運営事業の入札が行われ、中華人民共和国と、スペイン、 ブラジルの企業が参加する企業体が40億ドルで落札。2020年に着工し、2025年までの開業を目指す建設スケジュールが発表されている。完成後は1日100万人以上の利用客を見込む。ボゴタは自転車を積極的に交通、スポーツ政策の一つに取り入れている街として知られている。長年、 中心の七番街では毎週日曜日にシクロビアと呼ばれる自転車中心に歩行者やローラースケーターたちへの道路の開放が行われてきたが1990年代後半以降は地域を拡大しさらに大規模に行われるようになった道路開放だけでなく自転車専用道の建設も積極的に進められ 市内の自転車専用道の総延長は3 4 4トルに上る。ボゴタはアンデス東山脈の中央部に位置するため、港湾までの交通路は起伏に飛んでいる。大西洋岸のバランキージャやカルタヘナまでは、東山脈とマグダレナ川の渓谷を通るだけで到達できるが、太平洋岸の主要港湾であるブエナベントゥーラ港までは、 一旦、東山脈を降りて、マグダレナ渓谷に着いた後、中央山脈を、標高3250メートルのラリネアまで登り、そこから、急斜面をカウカ川の渓谷にあるカリまで下った後、再び標高1500メートルを超える、西山脈の峠を越えて、太平洋岸まで下らねばならず、このアップダウンの激しさが、太平洋岸からボゴタまでの輸送のネックになっている。 ボゴタで最も人気のあるスポーツはサッカーであり、市内にはミジョナリオス FC、インデペンディエンテ・サンタフェ、ライキダの3つのプロサッカークラブが存在する。ボゴタのサッカーのメインスタジアムは L ・カンピン・スタジアムであるが、ここはミジョナリオス FC、インデペンディエンテ・サンタフェの2つのクラブが本拠地としている。この2チームは、 歴史も古くボゴタを代表するクラブであると見られており、両者はライバル関係にある。この両チームの直接対決は、エル・クラシコ・カピタリーノと呼ばれる。エル・カンピンはまた、コロンビアで行われる多くの国際大会のメインスタジアムともなっており、2001年には、コパ・アメリカ2001の、2011年には2011、フィファユーマイナス20ワールドカップの決勝戦が、 行われた。また、2016年に行われる 2016FIFA フットサルワールドカップにおいても、ボゴタが会場の一つになることが、コロンビアサッカー連盟から発表された。ボゴタは高チにあるため高山病の危険性が多少存在し、激しいスポーツにおいてはこの高度は大きな影響をもたらすことがある。これを受けて2007年5月27日に、 国際サッカー連盟 FIFA は標高2500メートル以上の高地に立つスタジアムで行う国際試合を禁止することを発表し標高2600メートルにあるボゴタでの国際試合はこの発表に従えばできなくなる恐れがあったが南米サッカー連盟の抗議によって6月27日にこの規制は緩和されボゴタでの国際試合開催は可能になった ボゴタに存在するスポーツクラブは以下の通りである。ありがとうございます。